どうも皆さんこんにちは、チャクバツです。今私はチャンギ国際空港に来ております。今ねターミナル2にいまして、今の時刻はですね深夜の2時9分ということで、今日のフライトはですね朝の9時のフライトなんですよね。ですのであと7時間ぐらいありまして、今ね成田空港からこのねチャンギ国際空港まで ANA のね飛行機で来て、ここからバンコクの方に、次はシンガポール航空のエコノミークラスで、向かいますということですので、発券自体はですね前回の、ね、動画でお伝えした通り、ユナイテッド航空のマイル2万2000マイルで成田からチャンギ、チャンギからバンコクっていう感じでね発券しておりますので、まあ、投資でね2万2000マイルで発券させていただきました。これね一つ のマイルでね2路線乗れるっていうのはね本当にいいですよね。ということですので、これからですね、今深夜の2時なのでスターアランスのねラウンジがなんとね深夜やってないらしいんですよね。ちょっとまだ確認してないんですけども、どうやらね先月ぐらいね利用された方がですね深夜閉まってるっていうね話を聞きまして、私ねやってると思ってたんですけどやってないみたいなんで、まあ、もしやってなかったらねプライオリティパスのラウンジねちょっと回って、スターアランスのラウンジねオープンするまでそこでね、利用させていただいて搭乗ね迎えたいなと思います。はい、ということで早速ねラウンジ、探しに行きましょう。というかね本当に日本はね、まあ、冬で寒いんですけども、このシンガポールはね27度ということでめちゃくちゃ暑いです。はい、ということで、ラウンジの方ね探していきたいなと思います。当たり前ですが深夜なんでね店はやってたりやってなかったりですけども、免税店とかまだやってるんですね。普通にお客さんも入ってて店員さんもいますね。ここかな、やってますね。ちょっと聞いてみましょうか。向こうにねサッツのプレミアラウンジが、ね、ありますんで、まあ、向こうもねプライオリティパスで確か使えたと思うんですけど、まあ、ひとまずちょっと聞いてみたいと思います。なんとラウンジ入ることができました。できたんですけどもシャワーがねなかったんで、お迎えのねサッツプレミアラウンジ入ってきまして、シャワーだけちょっと利用させていただこうと思っております。こちら今シャワーブース入ってきたんですけど、固定と可動ですかね。あ、そうですね。でシャンプーリンスと違うの、シャンプーとボディーソープかな、全身かな、全身とヘアケアですね。はい、でシャワーブースはこんな感じでかなり狭めです。ということでサクッと入りたいと思います。いやねもう着いて汗かいちゃったんでねちょうどよかったです。ではねシャワーを出て、こちらはサッツプレミアラウンジです。プライオリティパスで3時間入ることができます。中は結構広めで、利用してる人も全然いませんのでめちゃくちゃ快適ですけども、3時間しか入れないんでね、先ほどのラウンジに戻りたいと思います。壁側にはね個室デスクみたいなのもあってね、あそこで寝てる人とかもいますね。深夜2時半なんですが、食べ物もバッチリ用意されております。あとこれはわからない。あとこちらはお魚かな、チキンとお魚、あとホットミールもたっぷりありますね。パスタ、そしてまたこっちはチキンカレーですね。で焼きそば、なんとラクサまであります。店員さんに頼めば温め直してくれるみたいですね。で飲み物で、お水もねこちらからスパークリングウォーター、普通のお水とかね、あとワイン、スパークリングワイン等々も揃ってます。ヨーグルトとかも下に入ってますね。めちゃめちゃ充実してる。でこちらにはタイガービュー、あとコーラとかスプライトとかが入ってます。でこっち側にワイン、そしてリキュール、ウイスキーなんかもあります。あとこっちにサラダもちょっとあって、シリアルもあります。で反対側にはパン、めちゃめちゃいいですね。あとカップラーメンもあります。
でこっち側にはコーヒーマシンもセットされていて、お好きなのをボタン一つで作れますね。あとティーもあります。こんな感じになっています。ラウンジは本当にめちゃくちゃ広い、いいですね。ちょっと食事がめちゃくちゃ充実してるんで、こっちにいようかな。ということで食事が充実してるんで、3時間マックスまでね、ここで作業したいと思います。こんな感じのね、個室ブースみたいなのもありまして、ちょうどね仕事もしやすいんで、ここでしばらく仕事して、眠くなったらちょっと移動して寝ようかなっていう感じですね。ちょっとねここにね落差があったんでね、ちょっと落差を後で、まあ後でってか朝ごはん代わりにねいただきたいという感じでございます。ということでしばらく作業頑張ります。おはようございます。ただいま7時ジャストでございます。仕事しつつ寝て仕事しつつを繰り返し、朝になりました。一段落つきましたので落差いただきたいと思います。それと一緒にタイガービール、ではいただきましょう。いや、この熱々の落差がいただけるっていうのはね、いいですね。ではいただきます。これこれこれね、クリーミーなスープはねうまいですよね。入ってるのはもやしと油揚げと卵です。かまぼこみたいなのも入ってます。ぜひねこのサッツプレミアムラウンジ、ターミナル2、深夜でもねラクサ食べれますんで、ぜひ立ち寄ってみてください。プレオティパスで3時間、私は今回プレオティパスねたくさん持ってますんで、はい、2回つけて6時間利用させていただいております。ではタイガービール、ゆっくりいただいて、仕事一段落したんで食べ終わったらシンガポール航空のスターエランスラウンジに移動したいと思います。ではね、スターエランスゴールドで入れるラウンジに移動してまいりました。これは何だろう、ちょっとわかんない、シューマイ系ですね。ドーナツ違うかな。飲み物一通りあります。コーラ、スプライト、トマトジュースとかもありますね、うん、トマトジュースいいですね。あとリキュール、スパークリングはなさそうですね。アサヒスーパードライがあります。あとフルーツとナッツ、スクランブルエッグにコーンとハム、お餅みたいな。あとこっちもラクサが作れるっぽいですね、うん、あ、そうですね、自分でラクサ作るスタイル。あとシリアルとヨーグルト、あ、サンドイッチとかもありますね、すごい。あとコーヒーマシンがあります。ラウンジ内はこんな感じ。ターミナル3のラウンジに比べちゃうと狭いですけども、十分ではないでしょうか。こんな感じになってます。はい、ということでアップロードにねちょっと時間がかかってしまって、あとねもう30分ぐらいで搭乗予告になりますので、トマトジュースをガブ飲みしていきたいと思います。これあんのいいですね、うん。いいですね。こっちもサツプレミアラウンジもラクサ作れるんで、こっちはねゆで卵じゃなくてうずらだったりして、ちょっと味もなんか違いそうだったんで、こっちも試したいところなんですけど、もうお腹がいっぱいで、ね、ちょっと食べれそうもないんで、また次の機会に試したいと思います。やはりね、スターエランスゴールドのラウンジということで、サッツプレミアラウンジよりこっちの方が混んでますね、やっぱりね、うん、あっちはプライオリティパス持ってないと入れないんでね、うん、まあでもこの規模だと多分もうちょっとしたら多分パンパンになっちゃうんじゃないですかね、うん、そんなに広くないですからね、うん、
ターミナル3だと思うんですけど、あっちが 広すぎるだけだと思うんですよね、うん、ではあと20分ぐらいゆっくりしてね、搭乗ゲート行きたいと思います。では朝もね、8時過ぎましたんで、お店も全部開いてるっぽいですね。はい、あー、やってなかったお店も全部やってますね。すごい、さすがチャンギ。ということでゲートに行きたいと思うんですけども、さっき聞いたらね、搭乗ゲートまだ決まってないって言ってて、もう決まってると思うんで、ちょっと電光掲示板をチェックして搭乗ゲート行きたいと思います。ありました。9時30分発の、バンコク行きですね。いろんなコードシェアが配れてて、私の便どれだろうと思って分かんなかったですね。 SQ708 あれですね、9時30分発のバンコク行きです。 F59 番ゲートということで、あっちですね、行きたいと思います。なんだかんだターミナル2に来るの初めてかもしれないですね。いつもなんだかんだターミナル3だった気がするな。先ほどのシンガポール航空のスタイラスラウンジも初めて入りましたしね、サッツプレミアラウンジも入ったことありますけど、あそこじゃなかったですからねいや、やっぱりチャンギすげえな。これが世界一の空港と言われるゆえんですよね。24時間前からチェックインができて、このお店の数やばいですよね。高級ブランドからブルガリ、フェラガモありますしね。いや、着いた時はね、暑かったんですけど、ラウンジにいたらどんどん寒くなって、もう普通にめちゃくちゃ寒くて、ウルトラライトダウンまで来てラウンジにいましたね。では搭乗ゲートまでゆっくり歩いていきたいと思います。 F59 です。ではゲート到着しました。これシンガポールの空港はね、こんな感じでね、搭乗前にね、もう一回手荷物チェックがあって、まだ開いてないですね。ここら辺で待ちたいと思います。それでは搭乗時刻の10分前にね、手荷物検査場が開くというね、結構不思議な感じでしたけども、無事ねゲートの前までやってまいりました。こちら本日ボーイング787ですね。今回もエコノミークラス、ユナイテッド航空マイレージプラスの前回と、ね、成田シンガポール路線と、同じ一つの、ね、特典航空券で2万2000マイルで発券しております。ということで、もうしばらくここで待ちましょう。あともう5分ぐらいで搭乗開始になるんですけども、搭乗開始するような雰囲気は一切ないですね。はい、You lower your mask. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hello. Thank you for waiting, ladies and gentlemen. このね、ガラスの左側がスイートとビジネス、こっちがエコノミーということで、完全な炭焼けがねされておりますね。Thank you. Morning. Hello. ということで無事搭乗いたしました。今回はボーイング787ですね。はい、こっちがボーイング787-10ですね。座席は333なんですけども。この席だけ2、3で、向こうが収納みたいになってるね。こんな感じで今回ね、一番後ろから1個手前の2つの座席をチョイスしました。で今回74H という座席で、シンガポールからバンコクだいたい1時間半ぐらいだったと思いますけども、こちらカップホルダーとか、これいいっすね、これいい、ここにつけてね、
ね、これいいですね、うん、でここにスマホが入れれるようなやつかな。で USB もあって、あ、リモコンは全部ここに収納されてる感じですね。はい、で足元はこんな感じ。まあ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 ちょっと狭いのかな、どうだろう、ちょっと他の席より狭いかもしれないですね。なんかお隣さんを見たら同じぐらいかな、うん。で中にはシンガポール航空の機内販売とか安全の修理等々が入ってます。どうなんですかね、どのぐらいの搭乗率なのか全然わかんないですけども、予約した時は隣の人は、ね、いらっしゃらなかったですね。1時間半ぐらいのフライトなんで、ね、ゆっくり寝ていきたいと思います。すいません、座席にはねこの枕がセットされておりますね。ブランケットはして枕だけっていう感じですね。で窓の外はこんな感じ、天気がいいですね。久しぶりのシンガポール航空、エコノミークラスも久しぶりですね。非常に楽しみです。はい、ということで今ね搭乗したばかりなのでもうちょっと待ちたいと思います。それではやはりいつかのね細かい話でしたと思いますけども、シンガポール航空って Wi-Fi 無料なんですよね。はい、ですので多分この飛行機でもね利用することができると思います。後でねこちらも試してみたいですね。確かスターリンクの Wi-Fi だったんじゃないかな。めちゃくちゃいいですよね。どんな感じで使えるのか非常に楽しみです。あのクリス・ライアンのアカウントを持ってないと利用することができないんで、会員登録無料なんでね、ぜひやっておきましょう。シンガポール航空の機内安全ビデオは本当に素敵ですね。何回見ても素敵だと思いますね。それでは飛行機が動き出しました。なんとお隣さんはいらっしゃらないです。いやありがたいですね。今ちょうど飛行機が動き始めて滑走路に向かっております。それでは機内食をやってまいりました。ヨーグルトとパン、あとはミルク。これって結局ノボでしたっけ何使うんだか前なんか聞いた気がするんだけど、視聴者の人違いましたっけ。はい、袋に入ったミルクで、今回一度ねあのシーフードなしに、抽出しました。であとは、あ、おしぼりもついてるね。シンガポールポークすごいっすね、うん。ちょっとね、搭乗の時にね、お見せできなかったんですけども、エコノミークラスでもね、ちゃんとおしぼりをね、搭乗すると配ってくれるんですよね。で、お手洗いにはね、歯ブラシとかね、セットして、めちゃくちゃいいですね。ということで、いただきたいと思います。中はこんな感じです。チキンの豆スープみたいな感じですかね。はい。本当に熱々でめちゃくちゃ美味しそうです。いただきます。でなんでね、あの、ノーシーフードにしたかっていうと、前回ね、いつだったかな、一回ね、抜いてくれって言ったんですよ。僕、エビが食べれないので。結局ね、なんか、抜かれてなくてね、はい。まあ、何もなかったんでよかったんですけど、それがちょっと怖くて、今回、あれにしました。では、いただきます。豆に下はポテトですか。いただきます。ちょっと熱くて持てない。いただきます。やばい、めちゃくちゃ熱い。トマトソースの豆にでじゃがいもみたいな感じですね。で下にソーセージが入ってますね。あ、これはうまい。ということで、今いただきました。コーラにしました。ソーセージをいただきましょう。ソーセージ。組み合わせにして、うまい。
まあ、こんなところですかね。あと関東ヨーグルトなんでね、はい、非常に美味しいです。でこれにしてよかった。はい、まず映画でも見ながらご飯食べようかと思ってたら、ちゃんと日本のね映画が18も入ってますね。すごいですね。シンガポール国でどの路線でも日本の映画入ってるっぽいですね。うん、毎回ある気がする。これはめちゃくちゃいいですね。それでは無事ソンヌプーム国際空港を到着いたしました。空気が悪いのか天気が悪いのかよくわかんないですけど、めちゃくちゃ曇ってますね。ちょっとカメラだとあんまりよくわかんないですね。ではもうしばらく飛行機が止まるのを待ちましょう。はい、ということで無事ね、バンコクスアンナプーム国際空港に到着いたしました。今回ね、ユナイテッド航空のマイレージプラスで2区間ね、成田、シンガポール、シンガポール、バンコクということで、エコノミークラス ANA とシンガポール航空ですね、利用させていただきました。まあ、今回ね、シンガポール航空エコノミークラスということで利用させていただきましたけれども、やっぱりシンガポール航空いいですね。はい、非常に丁寧なサービスで、2023年確か第1位だったんじゃないですかね、はい、航空会社の中でとても良かったです。で Wi-Fi なんですけども、ちょっとね聞いたんですけども結局できなくてね、はい、残念な部分があったんですけども、まあ、今後ねまたどっかのタイミングで利用できたらちょっとチャレンジしたいなっていうところですかね。ということで Airbus 350 Dash 1000、乗る旅がですね、ここで2つ目の動画が、はい、なると思いますけども、これこの次ですね、このバンコクから日本の方に1回帰って、その後ねエアバス350ダッシュ1000でニューヨークに行くということで、次のフライトはね JAL っていう風になりますんで、次もね楽しみにしておいていただければなと思います。ということでちょっとね乗り継ぎで行けるんだったらもうそのまま乗り継ぎで行って、ダメそうだったら1回入国してね出国したいと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。